ハーネス検査には検査器と検査物を接続するジグが必要となります。ジグはメンテナンス性や送抜性、対応範囲や帯電圧を考慮して準備します。 NAC コーポレーションの標準製品 NMADP シリーズを用いることで少量多品種の検査に対応することが可能です。 NMADP シリーズはハーネス検査の現場にて広くご利用をいただいております。検査器側コネクターとジグケーブル側コネクターが実装されています。ジグケーブル側コネクターとして様々なピン数のミルや D サブが実装されています。ラインナップよりご選定ください。検査物に対応するジグケーブルのみをご用意いただければ運用可能です。各ピンが共通となっております。検査物に近いピン数のコネクターにてジグケーブルを作成ください。どのコネクターを利用しても1ピンから接続することができますので、ジグ作成がしやすくエラー時も分かりやすいです。高電圧検査を行う場合は感電防止カバーのついたシリーズをおすすめいたします。なぜ中継ジグが必要なのでしょうか。ジグの交換は頻繁に行われます。中継ジグがないと検査器コネクターでの送抜が多くなり破損する可能性があります。中継ジグを介することで検査器コネクターでの送抜を減らし破損のリスクを低くします。 NMADP01H と対応するジグケーブルを用意しました。ご配線を検知できるように空きピンなく配線します。検査器と NMADP01H を検査ケーブルで接続します。続いてジグケーブルを中継チグに接続します。導通確認は検査器に備わっているサーチ機能を利用して行います。ジグにて断線やショートがないかを確認します。ジグに不良があると検査の信頼性が失われてしまいます。導通状態の確認は非常に重要です。タッチしても反応しない場合は断線の可能性がございます。帯電圧性の確認はジグケーブルを接続した状態にて自己診断を実施し OK となるかを確認します。フラットケーブルは高電圧検査の使用によっては帯電圧性が十分ではない可能性があります。ジグは消耗品です。長期間に及ぶ利用により断線やショート、帯電圧性の低下が発生します。点検としてサーチ機能や自己診断を適宜実施ください。検査物を接続します。今回は検査物に丸端子があるためワニ口クリップで接続します。サンプリングを行い検査データを作成します。意図した配線がなされていることを図面などにて確認をします。問題がなければ検査データを保存します。これで検査が可能です。ジグケーブルのみを変更すれば他の検査物に対応可能です。少量多品種の現場では最も効率的な方法です。 PC ソフトウェアにて検査ポイントの表示を自由に変更する読み替え機能が利用可能です。図面と同じ名称にすることで分かりやすくなります。 NMADP シリーズにはコネクターが実装されていない基板状態の製品もございます。利用しやすいコネクターを実装可能です。 NMADP シリーズはハーネス検査の現場にて広くご利用をいただいております。ハーネス検査器検査ジグについては NAC コーポレーションへお問い合わせください。NAC Corporation